でこのプラスチックもね、こうツヤがあってなかなか質がいいんですよね。いやすごいですね。ということでこれで全部ロボットモードになりました。それでは見ていきましょう。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。US シンアニメーションよりモンチービンシンコンロンです。それでは見ていきましょう。ということでまずはここですね。 US シンアニメーションって何なのかっていうと、トランスフォーマーの偽物とかをめちゃくちゃ作ってる会社なんですけど、あれ今回オリジナルの変形おもちゃ出してきたなと思って買ってみました。なんですけど、よくよく調べたらこれジュラシックワールドのあの神々コレクションっていうのがあるんですけど、それのデザインもろパクリしてましたね。まあということで、はい、こちら題名ですね。これ中国語で読みましたけど、日本語だと萌え趣変形恐竜って感じですね。この萌え趣っていうのはあの可愛いっていう意味らしいですね。ということでこのおもちゃはこうデフォルメされた恐竜からロボットに変形するよっていう変形おもちゃになっております。でこれ4種類ありまして、まず1つ目食肉牛竜って書いて、これがカルノタウルスらしいです。そして次2番目こちら双冠竜、これがディロフォサウルスで、3つ目こちら覇王竜、これがティラノサウルス、そして最後4種類目これ人毛竜で、これが日本名がね多分ない恐竜で、ベロキラプトルともまた違うんですよね、っていう中国の恐竜らしいですね。はい、ということで今回この4つをね、レビューしていきたいと思います。で4つ何気に造形が違ったりしてますね。でこの左下のイラストもねちゃんと変えてあったり、右上のこのロボットのイラストもこの全部ね、あのデザインも違うしポージングも違うしってことで、結構ねこれはね凝ってるなって思いますね。もうちょっとねあのデザインパクらずに作ってくれよってことなんですけど本当はね。はい、で裏はこんな感じになっております。この恐竜からこういうねロボットに変形するよっていうおもちゃになっております。それでは早速開けていきましょう。中身を取り出すと恐竜たち本体と説明書が入っております。でこの説明書は全部共通の説明書になっておりますね。でそのそれぞれの恐竜の変形のさせ方がこう載ってありますね。で裏もしっかり、はい、こういう感じでまた別の恐竜の変形のさせ方が載ってます。ただこれ全部変形手順一緒ですね。こう分けてくれてますけど、はい、それでは早速見ていきましょう。まずはこちらカルノタウルスから見ていきたいと思います。カルノタウルスの見た目はこのような感じになっております。どうでしょうか、赤茶色みたいな色してますね。でこの細かいこの模様、が塗装でしっかりと再現されてるっていうね。でこのプラスチックもねこうツヤがあってなかなか質がいいんですよね。いやすごいですね。でこの歯とかね、この内側の歯までってしっかりこう塗装されてたり、下にもね、こう塗装されてるっていう、いやこれなかなかに品質がいいですね。でこの爪ね、爪もこの黒の別パーツを使ってね、あの成形色で再現されてるとかね、いやいいですよ。そして可動ね、可動見ていきましょう。まず足こうやって動くのと、はい、腕がこうやって動きます。でまあさっき見た通りこの口もね動くっていうね、なかなか可動もできると。でしかもここ足首ですよ、足首もこうクイッとこう動かすことができるって、これ別に変形に使う可動とかではないんですけども、しっかりこうパーツ分割してまでねこう可動を設けてるっていうね、いやなんかすごいですよ。なんかここまでねこだわってるとは実は思ってませんでしたね、これは。それでは次ディロフォサウルス見ていきましょう。ディロフォサウルスの見た目はこのような感じになっております。抹茶みたいな色してますね、ちょっと渋めの、黄緑みたいなね、でしっかりこう塗装がねこうされてたり、このヒレの部分なんかも全然違いますよね。でまあこの体の部分ですねは
共通のね、うん、造形してますけども、この頭と口の部分はもう全くの別パーツになってるところとかね、いやなかなかねやりますよね、すごいですね、うん、こうやって口がしっかり開けれたりとかね、うん、しっかりとこう塗装が細かくなっております。はい、それでは次ティラノサウルスですね。ティラノサウルスの見た目がこんな感じになっております。うん、やっぱりこうシンプルですけど、そのシンプルがゆえのかっこよさっていうのがありますね、ティラノサウルスは。うん、なんかこういう細かい部分ですけど、なんかこうグラデーションっぽくなんかね、うん、塗装がされておりますね。うん、はい、でこれも口がしっかり開くと、うん、こうなんかこう赤の面積が広いですね、ティラノサウルスは。はい、こんな感じになっております。でこの目が黄色なのがまた可愛いですね。そして次、はい、人毛竜ですね。人毛竜はこんな感じになっております。この人毛竜だけ口閉じてる状態だと歯が見えてないんですよね、うん、で顔がちょっとちっちゃくできてるっていう、他のやつより、うん、っていうので結構これだけ差別化されてそうですね。なんか、うん、ちっちゃく見えますねこれも、うん、なんかまあ体は全部同じパーツなんですけど、顔がちっちゃいおかげでちょっと別に見えますね、うん、でこういう青のねこの模様もしっかりとこうね塗装されてたりとかします。で口を開けたらしっかりとこうね歯が出てくると、うん、でこう歯が内側にしまい込めるためにここに空間が空いてたりとかはしますね、うん、まあそれくらいですかね。いやーなかなかにこれクオリティが高いですね。なんかこんなクオリティ高いと思ってませんでした。うん、でなんかこれの使い方みたいなのがあって、これただ変形させるおもちゃだけじゃなくて、なんかこう口を開いてなんかこの上にメガネを置くとかペンを置くとか、いろんななんか使い方を書いてました、そのサイトで。こうやってペンをこうやってかませたりとかしてこうインテリアみたいなね、うん、そういう使い方は確かにありだなって思いましたね、うん、それでは早速こちらロボットモードに変形させていきましょう。まずは、はい、こっち向き、このお腹を正面に向けます。で足を下に下ろす。でこの腕も下に下ろします。そしたらここ、はい、下顎の部分ですね、これをパカッと分割してあげて、でそしたらこの上顎ですね、これを根元のボールジョイントでくるっと後ろに回転させて背中側にこのように畳みます。はい、でそしたらここの下顎のパーツをくるっと、はい、ボールジョイントでこのように上にね向けます。そしたらここに腕が入っているので、腕をこのように取り出してあげて、でここのお腹パカッと開いて、でそうするとここに頭が入っているので、この頭を取り出してあげて、でさっきこの下の穴にこうやってつけてたんですけど、今度はこっちの上の方の穴にこう伸ばしてあげて、こうくっつけてあげます。するとこれでロボットモードになります。それでは次ディロフォサウルス変形させていきましょう。もう変形の手順は全部一緒ですね、うん、このようにして下顎を分割からの頭をくるっと後ろに回してあげて、で、はい、このようにして腕を出すと、うん、反対側も腕を出す。で胸を開いてあげて、ここから顔のパーツを取り出す。で上の方につけると、はい、これでディロフォサウルスロボットモードです。それでは次はティラノサウルスを変形させていきましょう。はい、足を下げて腕を下げて口を分割、はい、でくるっと回して、で腕を出してあげると、反対側も腕を出す。あ、でこの頭を、はい、背中側にくっつけて、体を開いて、で顔を出す。でこれを上にパチッとつけると、これでティラノサウルスロボットモードです。それでは最後人毛竜変形させていきましょう。足を下げて腕を下げて口を
パカッと開く。そしたら頭をくるっと回転させて背中側にくっつける。で肩の方に持っていって腕を引き出してあげて、胸をパカッと開いて頭を出す。で胸を上の方にカチッと取り付けると、これでジンモー流ロボットモードです。ということで、これで全部ロボットモードになりました。それでは見ていきましょう。ちょっとね、この顔を見てほしいんですけども、なんかねトランスフォーマーっぽさ出てますよこれ。うん、この US インアニメーションっぽさ出てきましたよここら辺で。なんかこれメガトロンっぽいね顔ですけど、あとなんかほら、てかこの2人は同じだしね、顔が、うん、同じだし、でこれはいこういう感じの顔になってます。うん、なんかもうちょっとこうこの可愛い顔でもね、もうちょっと良かったかもしれないですけど、まあね、うん、あとこのなんだろうスタイル、なんかこうデフォルメされてるからだけど、こう なんだろうね、こうずんぐりむっくりというか、なんかスタイルは良くないですけど、それがまたなんか可愛いですよね。なのにこの顔がこのねめちゃくちゃかっこいいっていう、このアンバランスさ、うん、こういうところを、まあ、楽しむおもちゃなのかなと思いますね。うん、で個人的になんですけど、こう後ろ見た時に、はい、このディロフォサウルスだけしっかりとこうね、あの頭をここにくっつけられないっていうのがちょっと惜しいかなと思います。他のねティラノサウルスとかしっかりこうパカってこう背中にくっつけられてるので、うんっていう感じですかね。うんうんうん、いや個人的にやっぱ一番顔がかっこいいのはこの、ね、メガトロン顔だと思いますね。うん、ということで今回のモンチー弁心混論いかがだったでしょうか。いやーこれはね、あんまりまあそこまでね、期待はしてなかった分、なんか結構うんやるなっていう感じはしましたね。うん、まあ個人的に欲を言うと、この状態でこう横でここをくっつけられたらなんかちょっとね面白いかなと思ったんですけど、これ何気にこう全部ここの顔の部分の造形違うので、それできないっていうね、なんかいらないところでね、なんかいらないことしてますね。まあいいんですけども、うん、まあということで、まあパクリは良くないので、うん、なんかオリジナルのもの作ってほしいってところですね。こういういいところあるので、うん、面白い変形作るっていうのでね、なのでまあ気になった方は、うん、探してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォロー、サブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。